はい、カッシーチャンネルのカッシーです。今日はですね、私が真夜中に目を覚めてしまって、寝れなくなってしまった時に、時間が、あるので勉強をしよう、英語の勉強をしようかなって時の、ちょっと軽く勉強ルーティンを見せていきたいと思います。で、基本的には僕は音読からやってますね。音読、English Grammar in Use ってやつの、英語の教科書みたいな参考書を、から好きな言葉を書き出して、それをただずっと言っていく、音読していくってやつですね。これを1日に10分、今回は10分ぐらいやったんですけど、30分ぐらいやれればいいかなって感じで、この音読ってのがね、最近一番すごい英語を話せるなって実感するので、皆さんもぜひやってみてください。この音読。ずっと最近続けてるんですけど、英語力かなり上がってるなって感じてます。はい。では次なんですけども、僕、英検1級の、合格を目指してまして、今回は英検1級の参考書を音読してるっていう、勉強法ですね。英検1級長文読解問題120ってやつを買って、これの最初の簡単な方の出てくる文章を音読するってやつですね。最近は本当に音読っていうものに力を入れてて、この音読、口に出すっていうのがやっぱ一番英語は、上達するんじゃないかってことで、必ず一日に何回か音読を入れてます。はい、英検1級はやっぱ結構難しいので、これからも継続してやっていきたいと思います。はい、それでですね、音読と英検の練習が終わったら、ネイティブキャンプというオンライン英会話で、この日はフィリピン人の方と10分ぐらい英語でトークしました。で、ネイティブキャンプだけじゃないんですけど、オンライン英会話で講師を選ぶときのコツというか、おすすめはフィリピン人を選ぶと、フィリピン人って明るい人が多いんですね。すごい笑顔が良くて明るい人が多いので、すごい話しやすいですね、フィリピン人は。なので、初心者の方は、オンライン会話初心者の方はフィリピン人の方を選ぶと、かなりその明るく接してくれて話しやすいんじゃないかと思います。この日の会話はこの人がセブ島に住んでて、そう、日本人がいっぱいいるよみたいな感じなことを言ってくれましたね。で、この人英語すごいスラスラなんですけど、なかなか、自分も最近はちょっと英語力上がってきたなとは思うんですけど、この人ぐらいになれるように頑張っていきたいと思います。はい、一日基本的にはオンライン会話は2、3回ぐらいは受けてますね。ネイティブキャンプだと1日に何回受けても、100受けても、もう月額定額なんで、すごいおすすめですね。です、いまだにネイティブとレッスンできたことがないという感じになってます。はい。で、この人アーティストらしくて、フィリピンのアーティスト活躍してるよって感じでしたね。基本的に10分で僕は終わらせます。はい。いい笑顔ですね、この人も。はい、そして最後がですね、英検の1級の単語、デルリンパスタンってやつを、目視というか、見て、目で覚えるってのを僕、得意っていうか好きなんですよ。これ、あんま覚えられないって人も結構いると思うんですけど、僕、この楽さがいいんですよね、目で追って。で、何回もその代わり何回も何回も目を通して覚えるってやり方です。これ、このデルジュンパスタを持ってさえいれば、もうどこでもできるので、カフェででも家ででも、そのどこででもできるんでね、すごい、その勉強をすぐにできするって意味ではおすすめの、この見るっていう勉強はおすすめです。はい、ということで、今日は夜中に目が覚めたナイトルーティーンっていうのをやってみました。
チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。